はい、こんにちは、こんばんは。FIFAをやっていきたいと思います。今日の試合は、ニューカッスルとの試合ですね。今のところ順位表は4位。前回チェルシーに勝って、まあ、こんな感じですね。面白い優勝争いをこの4チームで、繰り広げられています。ユナイテッド、リバプール、チェルシー。シティとアーセナルはちょっとまあ低い。特にシティがちょっと低いかな。会話こんな感じです。ちょっともうね、このゲーム、EA スポーツは本当ね、もう終わってるわ。まだアカウントバン解除されない。てかもう解除してくれないっぽいんだよね、もう。意味わからね、何を俺がしたって言うんだよ。もう本当に、あと、ウィールじゃなくて今イフトボールでちょっともうね、イフトボールにちょっともう移行しよっかな。やっぱ海外の球場信用ならねえわ。今日なんだけど、俺スタメン選手結構疲れてるので、ちょっといろいろ入れ替えようと思います。古橋もちょっとお休みしてもらうか。じゃ、古橋ちょっと怪我しちゃったんだよね。この間カップ戦で、大丈夫なのかな、ちょっと不安です。またなんか肩だからな、肩ね、いつだっけ昔。J リーグの頃、神戸の時だっけ、なんか痛めてたもんね。ちょっとお悩みします。やっぱでも上田綺世にするか。上田綺世ちゃんとね、ベルギーでもしっかり点取ってるからね。さすがだよね。ちょっとこれ、左ウィングバック誰にするこれ。ムロや。中島翔也行くか。ならなんか前田ウィングバックの方がいい気してきたな。中島翔也よりは。これでいいかな。伊藤純也はちょっと替えが効かない。ムレアにしてみるか。フォーバックで全然いいかもしれないね、今日は。はい、じゃあこれで、いやちょっとどうせ、エンドもちょっと疲れてるから、柴崎入れてみるか。あ、原口がいて、原口。こういう時の原口です。ちゃんと疲れてる選手は、エンチ外に置いて、ちょっと休ませます。中井くんも入れるか。一回、ディフェンダー、さすがに伊藤一人ぐらいは入れとかんとまずいな。に勝った時のために。いや、フラッシュ今日は休んでくれ。はい。これでいきますか。三好、だけどちょっと出してあげたい気もするけど、まあいいや、はい。ニューカッスルとの試合です。皆さん、あれですね。Jリーグ、始まったね。始まってないわ。Jリーグ始まったねとか言って、始まってないけど。あれだね、フジデロックス、スーパーカップと千葉銀カップやってたね。今日のセントジェームズパークはサッカーにあって、ね、千葉銀カップは全く見てなくて、フジデロックスの方はほぼ前半しか見てないっていう感じなんですけど、まあ、結果はまあジェスチバーが勝ったっていうか、勝田がなんかやらかしてジェスチバーが勝ったっていうのと、なんか明らかな誤信があったよね。誰だっけ、レースの誰かのゴールがね、明らか入ってたんだけど、入ってないって思います。ワギンカップはゴールラインテクノロジーなかったからね、分かんなかったらしい。いや、そこかわしてくんねえと、ね、かわしてね、決めてくれないとね。やっぱあれだよ、もっとやっぱ実力は必要、エゴイストになるべきだね、やっぱり。何言ってまた関係ないけど、最近ちょっとヨーロッパをずっと見てたんだけどね、アニメで、ね、漫画で見て、お、いいパス、これは。千葉崎、ここまで上がってきた。でも千葉崎、パスしかないでしょ。お、原口元気。いや、さすがです。原口はどこ行ったんだっけ、シュトゥットガルト行ったんだっけ。結局、日本には戻ってこなかったね。よく柴崎はそこに走ってたな。なんかこれ、フォーメーションってかポジションにパグってない、そんなことない。で、なんか変にだった。守備的にしてた。危ねえ。ちょっとあとね、このシリーズね、早く優勝させたいんだけど、最近ちょっともうなんかね、いろんなゲームやりすぎてね、あんまね、できてないんだよね。え、これ、いや、上田綺世、ちょっと、これ俺が悪いわ、操作してる人が悪いです。
今シーズンのね、J リーグの予想を、ね、個人的にしてたんだけど、皆さんどこが優勝すると思いますか？来年僕が優勝するって予想したチームは、毎年優勝してないんだよね、こう数年。マーフィー。いい連携です。あら、どこ優勝するんだろうっていう。まあ、順当に行くとはマリノス、フロンターレ。ドリブルで進みます。これはいいところに通してきました。まあ、その次くらいに、どこだろうな。鹿島とか、まあ、鹿島レフュージェボロクトだけど、なんだかんだ言って、まあ、選手は化け物だからね。危険な場面でしたが、うん、カットしました。ここはね、練習試合負けてるって言ってるけど、練習試合だからね、本番じゃないから。鹿島ってやっぱね、チームが輝くのは、やっぱり、ね、本番の GG の堅い試合だと思うんだよね。緊張、選手もちょっと、まあ、緊張、よくわかんないけど、まあ、ちょっと緊張感がある。引き締まった試合で、言ってもよかったの、鹿島だと個人的には思った。いや、これパスだ、いや、俺押したけどな、今。反応しなかったか。もうちょっと早く押されたらよかったね。ライアン・フレイザー。1対0でちょっと不安っすね、これ。ここ最近の試合確か中村浩介がね、このゲーム内では、まあ、セーブしてくれてるけど、ビッグセーブはあんましてないです。ここでうまく対処します。そのままプレーを流す。ファールねえだろ。現実の試合ではあれらしいね。なんかアラズビチと試合やるみたいなことを見たんだけど、試合やるかやるとかやらないかみたいな。やるか考えてる。まだわかんないですけど。まだ決まってないよね。お、これ、チャンス。よく見ていました。あ、1点目。いや、ぶち抜け。いやー。そこは決めてくれんと。もう1点欲しいところ。結果誰にする？結構柴崎の方がやっぱ買う気がする。お、完璧だ、これ。いや、欲しい。いいっすね、柴崎。キック精度。いや、終了か。はい、1対0。いや、俺1点取りてえなぁ。何の話してたんだっけ？あれだ、そう。J リーグ予想だ。J リーグ順位予想。そう。あれだね。マリノス川崎の次に優勝しそうなチーム。個人的にはあとやっぱ、広島、FC東京、あとセレッソ。この3チームが、なんか来るんじゃないかと思ってんで、ね。お、これ、神。なんか出して、いや、そこ、通してくれよ通らないか、それ。その、FC 東京、広島、セレスト、3チームが、意外と来るんじゃないっていう、去年の成績から見るとね。まあ、去年の成績から通りに行くわけじゃないかな、絶対に。いいカットしますき。奥に。ダイレクト出して、エレアスが決めると、おーって、さすがのシュートですね。これでスコアを2点差としました。ナイスナイス。3バックの強みが来た。で、さっきのさっきの話の続きをすると、やっぱ次に、どこだい？練習後、浦和鹿島、あたりがワンチャンある。まだ1年目だから全然わかんないけど、まあ、監督がやっぱね、勝ってる監督を、連れてきたってのはやっぱね、浦和ワンチャンあると思うんだよね。一方で鹿島は監督はまあ、監督経験がまあ、あまりない。ほぼない。監督だから、果たしてどうなるのかっていう。監督経験っていうかまあ、J リーグでの監督経験。いや、じゃあ普通に打てよ。ちょっとオシャレすんのって、俺。私のどうなのか結構やっぱり去年のね FC 東京あとサンフレッチのやっぱ外国人監督結構やっぱうまくそこそこ行ってたからあえバカ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 さすがですやっぱ中村浩介リアルでも最近もすごい大活躍してるというか一応5大リーグとかステップアップしてくんねえから中村浩介今シーズンやっと出れたけど日本代表にも多分ね呼ばれると思うんだよね次の親善試合さてここで高い上なんかそう J2 のあの権田とか呼ばないとか確かなんか呼ばないみたいな記事を見たんだけど私本当なのかな
だから権田は呼ばない可能性は全然あると。で川島も多分呼ばないし、うわいやもう来た、もう何やっとんねん、ほんまに感染になっちゃった。うん、ひどすぎるわ。もうちょっと俺、いや打つべきだったか、早く取れる。ああ、苦しい。試合終了まで10分も切りました。あ、これ大丈夫か、これ原口、うん、危ない。今あれだったね、ベールとかだったらビシルガレスってね、ベールゴルフのプロのでも第なんかデフトでも大会、いいパスとは言えません。あ、すごい笑顔だった。サッカーやってる時より笑顔だった気がするよ。く見ていました。どうもこう一人でいい攻めを見せていましたが、左サイドバック対応しました。あー、どうしたらいいのっちった。もうこれ前半も終わりでしょう。おい、森田ヘディング、違う、今回選手交代してねえわ。まあまあ控え選手行ったからいいか。はい、試合終了です。2-0。あとユナイテッドとかあのチェルシーどうだっけ、いら上位3チームちょっと負けてほしい。引き分けでもいらんなら、あ、チェルシーとってのはもう直接対決やってるやるらしいね。ちょっと進めるかに行って、じゃあ優勝確認します。お、3位に上がってるぞ。エルシーが負けたのか、焼きかわかんないけど、あ、リバプールが2位だったのか。はい、まあまあまあ、まだ半分も終わってないですね。質問ちょっと投稿頻度てか、これ試合の頻度上げておかないといけないね。次回から一緒に試合ずつやるかもしれません。はい、ご視聴ありがとうございました。